ようこそ皇室ラボへ。1月11日に皇居の宮殿で開催される宮中行事皇初はじめの儀に愛子さまが初めてご出席されるということが発表されました。皇初はじめの儀とは明治時代に始まった学問を奨励するための伝統的な儀式です。この儀式では年の初めに天皇皇后両陛下が他の皇族方と共に多様な分野の第一人者から知識を学ぶ機会を持たれます。この歴史ある行事は知識の伝承と学びの大切さを象徴しています。愛子さまは現在学習院大学文学部日本語日本文学科の4年生として学業に励んでいらっしゃいます。学生生活を大切にされており、これまで学業を優先しつつも公務にも献身的に取り組まれてきました。これまで新年祝賀の儀や新年一般参賀には参列されていた愛子さまですが、新年の恒例行事である皇初はじめの儀には今年が初出席となります。この行事で愛子さまは日本語学、刑事訴訟法学、物理科学の分野の専門家3人から貴重な講義をロングドレス姿で耳を傾けられる予定とのことです。また5日に公表された情報によると、天皇陛下は1月15日東京都千代田区にある警視庁本部で開催される警視庁創立150年記念式典にご臨席されます。この式典には小池百合子東京都知事や警察庁長官を含む約145人の著名な出席者が予定されています。式典にご臨席された後、天皇陛下は警視庁本部内の通信指令センターをご視察になる予定です。昭和61年に警視庁を訪れたことがある陛下にとってこれは2回目のご訪問となります。成年皇族としての新たな立場を迎えた愛子さまは、その佇まいや雰囲気が目に見えて変わられたように感じます。天皇皇后両陛下から受け継がれた品格や知性が内面からにじみ出ているのが印象的です。両陛下の深い愛情と手厚い育成の賜物と言えるでしょう。愛子さまはその深い感謝の念を胸に成年皇族としての自覚をしっかりと持たれているようです。今年の春には大学を卒業され、これから公務の機会も増えていくことでしょう。愛子さまにとって実り多い1年となることを心からお祈り申し上げます。愛子さまのドレス姿を拝見するたびに、品性は自然に現れるものだと感じます。その優雅さは言葉に尽くしがたいものがあり、お振る舞いには余裕が感じられ、穏やかな笑顔が印象的です。まさにプリンセスと呼ぶにふさわしい佇まいのお方です。愛子さまにはゆっくりとしたペースで行事や公務を経験していただきたいと思います。成長過程にある皇族として、さまざまなことをじっくりと身につけるこの時期は急ぐ必要はないと感じます。皇初はじめの儀へのご出席楽しみです。ロングドレスでの新春の宮中行事の初出席となる貴重な経験ですね。能登半島大震災に際しては天皇皇后両陛下と共に愛子さまも深い悲しみをお感じになられたことでしょう。今年の春には大学を卒業され、その後の進路について海外留学や大学院進学の可能性があるかどうかはまだ公表されていませんが、成年皇族としてのご公務はますます増えていくことが予想されます。天皇皇后両陛下を支える役割を担い、この1年が素晴らしい年となるよう心よりお祈り申し上げます。
天皇皇后両陛下によって深い愛情を込めて育てられた愛子さまは、お名前のごとく多くの人々に敬われ、愛される素晴らしいプリンセスへと成長されました。国文学に興味を持つ私としては、愛子さまが専攻されている平安時代の文学と歴史に関心を寄せることが大変嬉しく感じられます。愛子さまは古典的な日本文学や歴史の学びに加えて、お母様である皇后陛下からは語学力や国際感覚を習得され、お父様の天皇陛下からは温かくおおらかな心を受け継がれています。愛子様のような方が新しい天皇陛下に即位できない現状は非常に惜しいことだと感じています。皇室典範の改正があれば、敏宮様自身が辞退されない限り即位への道が開かれることを願っています。新春の一般参賀が能登半島地震のため中止となり、残念ながら愛子様のローブモンタント姿を拝見する機会が得られませんでした。しかし講書始めの儀では、愛子様のローブモンタントと帽子姿を目にすることができそうですね。この儀式では各分野の学者からの講義を聞くという非常に教育的で貴重な経験が待っています。知的好奇心が旺盛な愛子様は、異なる分野の専門家が行う講義にもきっと興味を持ち、熱心に耳を傾けられるでしょう。それぞれの分野のトップクラスの方々が行う講義は難解かもしれませんが、それだけの価値があるものです。愛子さまがますます教養を深めていかれる様子を見ると、次期天皇として愛子さまが適任であると強く感じます。敏宮さまが公の場でのご活躍を少しずつ増やされているのを見ると大変嬉しく感じます。長らく天皇陛下皇后陛下と共に愛子さまのお姿を拝見することを心待ちにしておりました。日本という国の将来に対する疑問や皇室の威厳が失われつつあるという現状に、ただ悲しみに暮れることなく、両陛下そして愛子さまが希望の光となってくださることは大きな励みです。この貴重なご一家と共に日本の本来の姿を取り戻す道を歩めることに心から感謝の意を表します。いかがだったでしょうか。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。